うんちゃんラフトやってまーす。おお、いきなりサメが。もう少しあれですかね。ストレージが足りない？何ができるかちょっと見てみよう。これ中等数ですね。塗料を見る。トロフィー、固定式安価、粘土の茶碗、ネジ、ネジとか、あ、ボトルは、ぶどうのベトベト、なんかでっかいのあるから、ちょっとあれ、避けましょうか。食料品をちょっと心配しましょう。これ捕獲できるのかしら。難しいかもしれないんで手でいきます。えい。あ、いいですね。これをもう何とかしましょうか。行きます。出ますね、音が。ちょっと角度を戻していきましょうかね。こんな感じですか。風向きは向こうになってる。いいんですよ。いいんですよ。さてと、お水とかちょっと飲んでいきましょうか。もうなんか忙しいってあれるしね。ご飯もないから。ご飯なんかありましたっけ？これはありますね。焼きましょう。かかしがないとダメでしたね。かかしは作れるんでしたっけ、私。木の薬草。安価。蝶つがいとインゴットが必要。はい。かかしがある。釘は3ついる。どれ？なんか音しない？釘3つ。この金属ある。粘土があるから。なんかいる。やろう。かかし作りましょう。かかしを作りますよ、かかしを。もう、いきなり行きますよ、かかしを。また後で考えましょう。そして植えましょう。ピート的なやつ。水いるんじゃないの？水。ない。もう。ポテツを食べましょうか。忙しいですね。ステイツを焼いて、これは
回り置いていいんですかね。中型のもできるけど、スクラップをロープは取ってるさ、そんなもんな。レンガも作りたい。これ作ります、まずは。はい。これで？どうですか、これで。で、なんか植えますか？植えるものがナス。スイカ、大区画。きましょう、もったいない。あ、そう、これで、レンガいくつ、これ6つ作らない、1、2、全然ダメです。これ干しておきましょうね。あれ、まだ食事がないって。あ、いい具合に溜まってますよ。これでも焼きますか。マナガツオ、マナガツオ、お水、置く、忙しすぎ、お、なるほど、よし、えい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 、はい、すかさず修理。結構荷物はあれですよ、いい感じで溜まってますね。これはまだ食えない。粘土とかはちょっとしまっておいてね。お水は飲む、入れる。忙しい。今長つを、食う。死ぬほど忙しいですね。収穫する、収穫する。ピートが増えましたよ。これ植えてもいいんですかね。水？水の作物って、ね、意味が分からんけども。プラスチックをこっち置いて、プラスチックを、石とかもったいねえし、ここプラスチックを、ここをもう剣っつのね、ちょっとこれこの辺何ピート入ってない？これを水を汲んで入れる飲む、忙しい。
食料問題はまだ解決してないですかね、私め。種問題は？種はどっかいない？パイナップル、大区画、小区、ごめん、小区画だけども、色はまだいらないなぁ。ハマグリとか、どっかなかったっけ？ないね。まあ、ここにしましょう。ピーツ、なし。これ水もう一ついりますかね。ちょっとロープ作ってみましょう。こうして、こうして。ニシン、ニシンも焼いておきましょうか。もったいねえかな。ムカつく。このかかしも俺と一緒のフック持ってるじゃないですか。何を作るかちょっと考えましょうよ、この間に。コンテナ。バケツはダメだっちゅうことが、全然便利じゃねえし。グリル、釘、インゴッツがいるし。中区画作ります？なんか、キュッ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 って言ってる。この野郎、この野郎。何今のやつ？キュッ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 じゃねえだろ。一応ニシン、ニシンもったいないっすかね。もうニシン焼いてますね。食べれますね、しかも。ちょっとニシンもったいないんで、これないないしといて。収穫できますよ。水を入れますよ。入れますよ。ピート8個に増えてますね。倍になったってことですかね。収穫、収穫。ああ、ピート倍になるんですね。わかりました。ピート植えます。水を取ります。入れます。水を入れて飲みます。海水を入れます。で、ちょっと待ってください。もう一つこれ作りましょうよ。作ります。9にして、ここ無理だから。もう一つ。こんな感じ。で、これの、植えます。植えます。お水が必要です。お水入れます。こんな感じですかね。ちょっとチンピートを置いてみましょう。こんなの。
はははは言ってるやついるけど。ピーピーと2つ焼いてやりますよ。ダメでした。どう、使用済みのピートの味とやらいまいち。もう焼いて食うしかないですよね。もう少し水入れますかね。いまいちですか、ピート。置くしかないですね。もう少しこれ入れますか。水とかさ、これオーマイガー。グリルは、グリルは、釘は、なんか、何、スクラップがいる？うん。置くとこねえし。ふにゃって聞こえるよ、この野郎。うこれは忙しいですね。ビートを、これで動かせるんだ。なんか食ってた？誰かが。バーベキューコンロを一つ増やしましょうよ。だんだんと置けなくなってきましたね。バーベキュー、グリル、スクラップはいる。スクラップはここでした。えい。グリル、はい、作って。スクラップをすぐさま隠して。ここに置いて。ピートばっか食ってるって感じ？忙しいです。忙しいです。はい。ここ、板を置かないと。こんな感じ。水がねえと。どこ？どこですか？サメのおじさんは。補給してみましょうかね。久しぶりにこれ円買いちょしましょうか。あり余る材料がもう置けません。こういうもう一列あれですね、コンテナ置けば作らないと話になりませんね。これまで調子が必要だもん。なんかいる？この野郎、この野郎。なんかまた嫌がる、この野郎。この。腹減ってる。これちょっと、ここにも、ふいといて、ちょっとこう置く、調理済みのピーツ、
そうか、むしゃむしゃ食うよ。これ、生ピーツ。これ焼かなくていいんじゃない？もしかして。生ピーツこういうとこ。どうすか、こうすか。これも少し、これを置き場はな、これはちょっとプラ置き場、ここプラスチックこの辺ですか。プラ置き場を基本3種プラ置き場でも、もうすぐいっぱいになってしまう。ほら、ご飯置き場、水飲まねえと忙しいってありゃしねえな。板は板置く、水板、ピート、ピートを置く、ピート、ピートなんかやたかなくていいんじゃないの。もう収穫するだし、収穫する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 。もうこっちもだ、こっちは、こっちもですね。あ、全部収穫祭りだ。8プロして1、2、3、1、2、3、ご飯取りましょうか。これと、これしたらダメなの、これ、このままと食べたら。あ、あんまりですね。やっぱ焼きましょう。ね、で、これをここに、この、こんなことして、こんなことして、飲んで、入れて、入れて、入れる。どうすか。ちょっと規模を大きくしましょう。回収ネット、釘、ロープが、ロープがばっかみたいに作って、ばっかみたいに作って、で、釘でしょ。ネジはインゴット、スクラップ、え、スクラップどれですか。あ、釘ここにあるじゃん。え、ロープもここにある。スクラップあるけど、これでどのくらいできるの。回収ネッツ2つ、釘もちょっと作ろうか。スクラップこれ入れて、釘を、えい、真っ赤みたいに作って、で、回収ネットは、あ、どのぐらいできる？え、できましたね、5つ。よし、そしたらこれを用いてですな。あ、武器使わない、作っとかないと。ばっかみたいにまた回収して、これいきますよ。5つあるんで、とにかく5つ置きましょうよ。これじゃあ食われちまうから、酒くんに。これでどうですか。で、プラスチックをまた回収して、ポコンと。ね。
最初これを読んだよ。あ、ここ壊れてるじゃん。おい、持ち上げるぞ。何がどうなった？羽が手に入った様子。なんかお頭付きも手に入ってる。羽はきっと何かに使えるであろうから。何の人か。でこれをくって開いて、ピートを取って、お頭付き、お頭付きを焼くね。これ何入ってる？生ピーツに、これ生ピーツに芋ちょっと置いてみる。お水がどうせ足りないんじゃん。飲みますよ。もうこれあれじゃない、食料。食料問題解決してませんか、もしかしてこれ。あ、芋を送って言ったのに。ちょっとドラムチスティック食べてみましょうよ。あ、ちょっとロープ、発泡ってロープ以外のなんかあるんですかね。ちょっと食べてみますよ。うん、まあまあ眉じゃないですか。結構な美味しさですよこれは。そしてここで飲む。あ、今後なんか生まれて初めて腹いっぱいの満腹林になってる気がしますけど、私。ねえ、一応焼いていきますか。こんな感じで。水が必要ですね。ワンプグリーン。あ、寝ろ。よし。まったく持って。おバカさんなんだから。どうしても何ピートを置いてしまう。反射的に。食料問題 OK になってきましたんで、何だったら焼いたやつ入れますよ。この辺ちょっとこう持って、こう持って、少し地面を、領土を拡張しましょうよ。ここあんまり直腸するとお水が取れないバーになってしまいませんか。あ、というかなんか、あ、ですね、これは収穫して、で消耗しました今。ピートを置く。今持ってる生ピーツ、飯は、あ、これで
何ピートばっか食ってますよ、私は、永久に。お水を飲みますよ。これ水汲み場にしましょうか。ふいって。ね。美味しいでしょう。もっと水がいりますね、これね。釘とかも作っちゃえ。ネジとか作れないでしょ、まだ。砂とか必要だから。この周りに。どうすか、あの野郎。ここばか食ってやがる。オープンにして、しまいましょうか。ロープだ。なくなりました。もう釣りはいらない感じですね。アンカーを一つ作っといて。パドルもいりますよ。あとは、取っときましょう。ね、ここで。ロープとか向こうじゃないですか。材木が多め。結構材料が余ってきてますから、これここね。じゃあ、あと何をするかは次回ということでよろしいでしょうかね。はい、お疲れ様でございました。